外の反応、ブンデス史上初の無敗優勝を目撃した海外サポの反応がこちら。このレバークーゼンはただただ強すぎるわ。とんでもないようだ。俺らは目の前で歴史を目撃している。インビンシブルズだ。信じられない。関係者全員おめでとう。驚くべきことだ。2016年のレスターシティのプレミアリーグ優勝に匹敵する快挙だ。このレバークーゼンは、サッカー史上最高のチームの一つとして歴史に名を残すだろう。俺が24年間ファンだったこのクラブの歴史をこのチームが文字通り塗り替えてくれた。もう無冠のレバークーゼンではない。もし1年前に誰かが無敗優勝すると言ったとしよう。信じられないだろうね。レバークーゼンの無敗シーズンにかけた人が一人でもいるのだろうか。このチームは伝説的だ。これまでブンデスリーガで見てきた中でも最も伝説的なシーズンになるだろう。昇格したカイザースラウテルンの優勝をもしのぐだろう。ドイツでは今までなかった、ロッペンとリベリーを擁するバイエルン以上に圧倒的なチームを見ることができるなんて考えもしなかったよ。水曜日のヨーロッパカップとドイツのカップ戦で優勝すれば、史上最高のシーズンになるに違いない。無敗三冠達成まであと2試合だ。ハリー・ケインに感謝だ。ハリー・ケインは完全に間違ったタイミングでバイエルン・ミュンヘンにやってきてしまった。バイエルンは昨シーズンなら勝ち点72でタイトルを獲得していたはずだ。呪われてる。